アッチパーキングエリア国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成アッチパーキングエリアは長野県下稲郡八村の中央自動車道場にあるパーキングエリアである上下線ともにガソリンスタンドが設置されている当初上り線には スナックショッピングコーナーが設置されていなかったが、後に両方面にスナックショッピングコーナーが設置された。JR バスとそれ以外の事業者で異なる名称としたため、バス停も2種類並んでいる駒場バスストップは、アッチパーキングエリアに併設されている中央自動車道のバス停留所である。JR バスでは、中央道昼上温泉バスストップと案内している。駒場は、 地域名であるが、JR バスは、中央ライナー号を運行開始する際に、近隣にある、昼神温泉の名前を使用して、中央道昼神温泉としている。このため、JR バスとそれ以外の事業者で、異なる名称での案内がされることになった。魔のカーブ国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。高速道路上から、 マノカーブパーキングエリアから下り方面に300メートルほど先に5.24%の下り急勾配が続き、制限速度を超過しやすい上に R イコール300のカーブがあり、マノカーブと呼ばれている。2006年9月14日には大型トラックなど計21台が玉突き衝突し4人が死亡する事故が起きている。ありがとうございます。